この番組はダイヤモンド高山4代目社長高山幸久さん、ちかさんとお送りするあなたに幸せをお届けする番組です。ということで、ゆきちゃん、ちかさん、今回もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、今回は何やら、はい、何やら重大な大渋滞ですよ。大渋滞大な、はい、お知らせが あります。あるっていうことで、皆さん、はい、さあ、はい、何やと思います。いや、こんな質問形式はどうでもいいんですけど、ね、全くまた店の関係のない、はい、お話ですね。はい、はい、まあ、これ方がスラスラ喋れるという、なんでやろう、ね、はい、得意分野ですね。はい、はい、久しぶりにですね、はいはい、中村文明さんの講演会を主催させていただきたいと思います。待ってました。もう妻飛んだ、タブちゃんだけちゃうやろうか、大丈夫。いやいや、私解禁で。そう、解禁賞。何回目今回？ね、1、2、3、4回目かな。4回目です。うん、はい、もう大ファンなので。ありがとうございます。嬉しいです。え、何年ぶりですか今回？2年ぶりですね。去年ちょっと1年空けちゃったので。うん、はい、もうたくさんの方が、はい、毎回ね、もうほぼ満席来られてね、はい、3回もすごく好評で、はい、でまたCD をね、うん、ゆきちゃんが、うん、はい、ですね、当日来ていただいた方にですね、うん、限りなんですけれども、その当日の CD をですね、じゃ公演を CD に焼いてですね、うん、たった数百円でお送りしますよっていうシステムがございます。ね、ものすごい作業だと思うんですけど、はい、いやいやいや、またそれで一回聞いた話なのに、はい、CD で繰り返し繰り返し聞いても聞いても飽きないというか、もっと聞きたい。そうなんです。ね、そしてこの上げていきたいっていう気持ちにさせてくれる素晴らしい、ね、なんでしょう、吉本新喜劇みたいに、いや、もうここでこれ来るネタやなって分かってても笑ってしまうやろ、うん、なんでか知らんけど、うん、そうですね、急に振るってこういうことですよね。そうなんですね、まあ、素晴らしい。そんな中村文明さんの講演があって、はい、で今回はしかも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 なんです、うん、ダブル公演でございました。はい、ダブルピース初めてして久しぶりにした。ダブル公演。いらんこと言うてかもって。かもって言うか。そこ、ここが魅力という。魅力ですね。自分で言う。はい。お願いします。あとね、誰？どなた？今回はですね、はい、樺村真由美先生という元小学校の先生をされていた。元？はい、元、はい、そう、去年私が前聞かせてもらった時はまだ現役の小学校の先生でしたけど、うん、はい、それからですね、はい、退職されて、うん、講演活動にも全国500以上講演してるんちゃいますかね、この1年間で。1年間だけじゃない、うん、今までに、今までに、うん、すごいな。いや、もうだから人気すぎて、そうそう、だから普段今まではね、うん、月から金まで小学校で先生現役でやりながら土日に講演活動されてたけど、うん、もうそれでは回らんようになっても講演家として専念されるって、はいはい、じゃあまたこう新たにパワーアップした真由美先生の話も聞けるっていう。いや、もうね、すいません、今チラシ制作中なんですけども、うん、そこにも書きましたけれども、ハンカチじゃなくてタオルがいりますよと、まあ、2枚ほどね、それほど涙する先生の実体験から基づくお話があって、もそれをね、涙ながら今日は語ってもらいます。私私が語る。いや、まあ、本当に素晴らしい講演家の方がね、はい、まあ、言うたらあれですけど、この青山にね。そうなんです、この青山に、まあまあ、すごいことでしょ。そうなんです、もうこうやっぱこう盛り上げたいっていうね、こう地域活性やみんな大人を元気にさせたいという僕のまあ思いもあってなんですけれども、うんうんうん、そうなんです、はい、じゃあ、日付とか、はい、ちょっと詳細のデータをちかさんから教えていただきましょうか。はい、はい、これそうですね、はい、せっかく今たった今さーって乾いてないかもわからん。2019年6月22日の土曜日に、青山ホールの方で、開催されます。会場が11時30分からで、公演が始まるのは12時30分からとなっています。このタイムスケジュールもぜひ、はい、12時半から2時までが、樺村真由美先生のお話で、その、間ですね、14時10分から14時20分の間にちょっとエシレの、私たちの歌を聴いていただこうという時間もあります。で、14時20分から
15時50分までが中村文明さんの公演となっています。12時半に始まって、うん、終わるのが、まあ、4時前、4時前、はい、かなりたっぷりと。そうですよ。で合間にこのね、ちかさんの双子 の、はい、あの姉妹の、美香さんと一緒に歌われる素晴らしい癒しの音楽も聴きながら、はい、そうです、たっぷりと90分ずつお二人の、はい、映画2本立てみたいな感じ。本当ですね。本当にすごいですね。あの笑いあり涙あり学びあり、うん、カバンと言えた。カマンと言えたとこがちょっとカマンと言えたからこんな突っ込めるようになりました。素晴らしい、はい、本当ですね、はい、料金教えてください。参加費ですが、一般前売りが3000円、で当日は3500円です。で中学生は1000円で、当日は同じ料金なんですけれども、小学生以下の方は無料となっておりますので、はい、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。はい、わかりました。ちょっと、まあ、とにかく素晴らしい講演会だっていうのをね、うん、伝えたくてもなかなか、はい、伝わりきらないと思うんですけれども、はい、まずゆきちゃんから、うん、この中村文明さんの魅力、はい、コンパクトにお伝えいただけますか。はい、もうこの何十年答えてきましたからね、それは、はいはい、伝えてきましたからね。文明さんの素晴らしいところはですね、何のためにっていうのがね、スコンと分かります。例えば何のために仕事をしているのか、学生さんなら何のために勉強しているのか、そして何のために生きているのかを、文明さんの実体験をもとにしてですね、これがまたもうご存知のように笑いながらね、ほんでスコンとなるほどなっていうね、波乱万丈の人生、もうジェットコースター上がったり下がったり、こんなことあるのっていうのがたくさん、漫画のような本当に世界ですよ。もう本当知ると知らないと大違い。本当に本当に面白いです。年間300カ所公演を10年以上続けて いられるあの公演家ですので、全部偉大ですからね。それがすごい大人気。大人気。わかりました。学校とかも行ってあるね。そうそう、学校とかも行かれてますので、もう呼ばれてね、はい。とにかくスイッチが入る。めちゃめちゃ頑張ろうって思えるね、公演ですね。お尻じゃなくて心に火がつきます。おお。キュッとまとめたね。そう心の放火魔っていう、そうそう、心の放火魔って呼ばれてます。火つけられちゃうんですね。火つけられるんですよ。はい、そして真由美先生の魅力を、はい、ちかさんから。真由美先生はですね、それこそ子どもたちとの体験の中で本当にいろいろ悲しいことだとか、まあ、もちろん子どもたちと一緒に乗り越えてきたことっていうのがたくさんあって、で、まあ、自分もその生徒さんとの出会いから、なんていうのかな、心の病気になったりしながらそれを乗り越えて、本当に愛でしか人は変わらないよっていうことを伝え続けてくれてる先生ですの で今 もう講演家として活動されてますけども、子どもたちのためにまだまだいろんな活動をされてる方ですので、ぜひ本当に聞いていただきたいですね。今の話だけで涙を踏んでしまうぐらい思い出しました。思い出しました。本当に、いや本当に聞いてほしい、はい、もう先生ほんまに聞いてほしい、もうほんまに愛があれば、はい、逆に言えば愛があれば人は変わるんだっていうことをね、真由美先生の話から、ちょっと泣けてきて違ったと思う。大丈夫これ真由美先生の話を聞いた人やったら分かりますよね。そうそう、この意味がね、本当に、で大事なのがですね、講演ですね。はい、はい、講演は伊賀市の教育委員会、名張市教育委員会からいただいております。はい、はい、ね、大きな講演もいただいて、はい、大々的に、やりますのでね、ぜひ皆さん青山ホールに6月22日土曜日、はい、12時30分からスタートとなりますのでお越しください。チケットはどのようにしてゲットすればいいですか。はい、ですね、うちに来ていただくか直接、はいはい、あとは電話いただいたり、もう一つ、メールのですね、チラシがもうじき出来上がってくるんですけども、そこにメールフォールの QR コードをピュッとすればーメールいただいたらちゃんとお送りとかその辺対応させていただきますので、はい、最新式のQR コード付きのチラシにそうですされたんですね。はい、はい、ということでまた来月です。お楽しみに。ダイヤモンド高山林工房の高山幸久さん、ちかさんご夫妻でした。ありがとうございました。